ポサーダスはアルゼンチンの都市。面積965平方キロメートル。人口32万3739人。ミシオネス州の州都で州の南部に位置し、パラナ川の東岸に位置する。パラナ川を挟んで海岸にパラグアイのエンカルナシオンと接する。ポサーダスは州の政治経済文化の中心地であり、家具、タバコ、食品、 繊維などの工業と地域の中心としての商業が、この町の主産業である。対岸のエンカルナシオンとは、サンドケゴンサーレスでサンタクルス橋で結ばれている。かつて経済的に重要な位置を占めていた港は、現在では、旅客船や砂の輸送船、スポーツ用の船に使用されている。国道12号線がここを通り、首都ブエノスアイレスからは1 3 0 0トル離れている。 町から7キロメートル離れたところに、ヘネラル・ホセデスさん、マルティン空港があり、ブエノスアイレスに定期便が就航している。ファーザー・ローケイ、ゴンザレスでサンタクルーズンが1615年3月25日に、アンアチオンでイータープルと呼ばれる町をポサー・ダスの位置に建設したが、10年後に町は、パラナ川の対岸、現在のエンカルナシオンの位置に移動した。ただし最初の入植地は、 完全には放棄されず、1628年には、サンホセと改名された上で、再び入植された。1867年、三国同盟戦争中に、ブラジル軍はここに、軍事基地を置いた。戦後、パラグアイがこの地域の領有権を放棄し、1879年には、アルゼンチン連合の大統領であったガバシ、アントニオデ・ポサーダスにちなんでポサーダスと改名された。 1881年12月22日、ポサーダスはミシオネス連合からコリエンテス州へと移管され、1884年7月30日、ポサーダスはミシオネス州に復帰しその州都となった。1973年にはミシオネス国立大学が設立され、1990年にはサンドケ・ゴンサーレスデ・サンタクルス橋が開通して、 エンカルナシオンとの結びつきが強化された。ポサーダスカシ道路エンカルナシオンへと続く、サンドケ橋ポサーダスプラザ、ショッピングセンター、ミリオーネ全世界時点14館アメリカ産オセアニア、南極 P76 学習研究者昭和55年11月1日初版。ありがとうございます。